これヒカキンさんの思惑なのか、まあまあ、レーベルの思惑なのか分からんけど、いや絶対にこんなん売られるっす、ね、ポケモンカードみたいなもんやもんね、まあ、そうっすよ、そうっすよ、うまいな。ヒカキンのカップラーメン味噌菌が転売被害、うん、人気 YouTuber のヒカキン氏が手掛ける初ブランドヒカキンプレミアムからカップラーメンとカップ飯が9日に発売されましたが、フリマアプリで味噌菌を検索すると大量に出品されている転売被害に遭っているようです。1個300円ほどの商品が1000円前後で売られていたり、12個入りの段ボールが6000円前後で出品されているようです。え、食ったと？食べてない。え、でもちょっと気になるっすよね。メルカリ今見たら、あー、すげえ。これ全部売れてるやつですか？食べ終わった蓋が売れられてますよ。蓋蓋だけが330円で売れてんの。売れても売りソールドになってます。ヒカキンさんどんだけ人気あんの。すごくない普通にマジですごいで蓋が。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。